こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ミニ四駆レブシリーズナンバーワン、エアロアバンテ AR シャーシです。はい、これまでね3台のミニ四駆のマシンを組み立ててきましたけども、今回組み立てるこちらは、飾り用ではなくて、ちゃんとしたレースに出そうというマシンです。なぜこちらをね選んだかと言いますと、僕はアバンテジュニアというのをね組み立てたことがあるんですけども、この組み立てた時に形がねかなり空気抵抗が少ないなというふうに感じたというのがありまして、でこのアバンテのシリーズのねエアロアバンテも、このようにね組んだ時にかなり空気抵抗のね少ないこう流線形のボディをしていて、このね AR シャーシというのもね空気抵抗の空気の流れみたいなのを作って、走るシャーシで、まあボディと合わせてね、レース向けなんじゃないかなと思いまして、こちらをね選びました。まああとはねタミヤの本社に行った時にこれの実車も置いてあったのでね、まあ、実車になるということは、まあ、走ることに特化したねものなんじゃないかなと、この形としてもね、この車自体がレースに向いているんじゃないかと思いまして、今回ねエアロアバンテにしました。でまあとりあえずね今回は素組みというか普通に組み立てていきたいと思います。まああとパーツはね今後いろいろ買い足していって、やっていこうかなと思います。はい、それでは開けていきます。はい、ということでこちらが AR シャーシですね。僕はねこのシャーシを見る前にねAR アバンテの実写のものを見てしまったので、あこれがあのでかいのがこんなに小さくなってるって思ったんですけども、まあ、実際のところはこの小さいのがあのような大きいものになったという話だと思うんですけどもね、ちょうどこの特徴的なねフロントとリアのこのねバンパーのところが実車の方でもこうなってたんでね、面白いなと思います。シャーシ的にはモーターが後ろにあって、ここからねプロペラシャフトを通って前の方に動力を伝えるものなんですけども、シャーシのボトム部分にねこのカバーみたいのがつくことによって空気の流れを生み出してより速く走れるようになっていると思います。はい、そしてシールは、はい、ということで、これから組み立てたいと思います。はい、ということで完成いたしました。はい、やっぱりねこの、はい、流線形のボディがかっこいいですね。組み立てている時にねやっぱりタミヤ本社で見てきたものに似ているので、あここも同じ作りになってるなとかね、そんなことを思いながら組み立てました。はい、でこの AR シャーシというのは裏側にパーツをいろいろ取り付けるものになっておりまして、このねこのボディを外さなくてもこの裏側のね蓋を外すだけで、このね電池交換ができると、これは新しいですね。これいつ頃から出たのかわからないですけども、考えとして、あそういうことは、あその手があったかと。普通に考えればね裏側に電池蓋をね持ってくるっていうのはありだと思うんですけども、まあ、ここに来てこのね裏側の電池蓋が採用されたということで、このねボディを外さなくてもできるというのは斬新だなと思いますね。では電池を入れて、
はい、では試しに電源を入れてみます。はい、ちゃんと走りますね。はい、ということでこれをですね、いろいろと改造していって最終的に、レースの方に出せるようなマシンにね、していきたいと思いますので、これからパーツをいろいろと、まあ、まだ勉強不足なんでね、どのパーツがどんな効果を生み出すのか、その辺からね、ちょっと勉強して取り付けて、まあ、コースをね、試しに走らせたいんですけども、コースの方もね、出向いて行って走らせるのと、まあ、自宅にコースを買ってしまうというのもありますけどもね、まあやっぱり、まあ、今はコース買ってないので出向いていくしかないのでね、まあ、どこかいいところがあればね、そこで試しに走らせてセッティングをしていけたらなと思います。はい、なんかジャパンカップの方がね、なんか有料になったことで、抽選がやり直しになってまだ今また受付が再開されてますけども、まあ僕はね、まだ出られるような状態じゃないんで今年は出ないで、ちょっとね、見に行くだけ、見に行ければ見に行きたいなと思ってますけども、いつかはね、まあ、ジャパンカップにね、出られるぐらいのマシンを作ってみたいなと思います。はい、ということで以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。